14日目の体重を測ります。 100g 減って 67.7kg でした。皆さんこんにちは、イケイケファミリーです。14日目の1時間ウォーキングに出発します。花粉がやばくて目が真っ赤。昨日違うルート行ってみたら歩いてる時間は一緒だったんですけど、距離が結構短くなってて、歩数にすると1000歩ぐらい違ってたので、今日は元のルートに戻して行ってみたいと思います。行ってきます。30分経ったので戻ります。今日やったら寒いなと思ったら雪が降ってきました。ひどくならないといいけど。1時間経ちました。お家戻ります。雪がちらちら降ってきて寒い。肉まん食べたい。今日食べたものを紹介していきます。朝ごはんはオートミールとヨーグルト、あとブラックコーヒーです。オートミールのレシピを昨日コメントで教えていただいたので、明日やってみようと思います。お昼は麺をこんにゃくに変えたこんにゃく焼きそばときゅうりの梅肉和えを食べました。夜はキャベツの千切りを梅とおかかで和えたものとベビーチーズを一つ食べました。最近梅味ばっかり食べてますね。ウォーキングの後には今日もバームウォーターを飲みました。体重は 100g しか減ってなかったんですが、体はどんどん軽くなってきて動きやすくなってきてるのを実感してます。ただウォーキングすると本当にお腹が空くので、それだけが辛いです。ウォーキングは夜とか寒い時の方が効果が出やすいっていうのを教えていただいたので、それを明日から実践しようと思います。今日の歩数は9783歩、距離は 6.92 キロでした。それではまた明日。